最高峰 D1 グランプリで悪夢は繰り返された。長きにわたり走り屋から親しまれ、いまだなお高い競争力を誇る SR エンジン、トラブルを防ぐ術はあるか。走り屋駆け込み寺緊急特集、 SR エンジントラブル防止中。やってきたのはここ、出落ちじゃねえぞ。さあ今回はですね、人気のある SR エンジンっていうそのエンジンにとってですね、ここのポイントをこう押さえたらそのトラブルが出ないとか、まあそういうところをですね、今回はですね、検証してみたいと思いますんで。トラブル防止チューン、まずは燃料ポンプ。まあ10年も経つとね、いろいろこう経年変化とか、そういった部分での劣化がありますから、最近ではね、ブーストアップでもポンプの容量が足んなくなる車が多々ありますからね、やっぱり大容量の、ポンプに変えた方がいいと思いますね。ドリフトの子たちはですね、やたらとなんか純正流用とかそっちの方がお得だというふうに考えてるバカどもが多いんですけれども、これです。流用を否定し進めるのはニスモの S1 号用ポンプ。3人を使えばこんなストレーナーもついてないしね、いろいろ加工しなきゃいけない。その加工の仕方が下手くそなために、燃料が半分ぐらい減ったために偏っちゃって燃料が来ないなんていうトラブルを抱えてる、ドリフターも結構います。これだったらね、そんなトラブルありません。これをただこうポチョッと入れるだけで OK です。さらに古い S13 用の場合も流用なし。ちょっとだけね加工をするっていう部分はありますけれども、GTR ポンプを使うとここをつけなきゃいけないだとか、ごちゃ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 めんどくさいことがあります。ラジエーターのロアホースが潰れるというね、なんかこう都市伝説が流れているようなことを聞きました。ラジエーター博士の、岡村先生がですねお答えします。まずですね、そのロアホースっていうのはね、これ柔らかいのが正常です。これ触ってみてね、カチンカチンとかコチンコチンとかっていうやつはですね劣化してます。これ中の繊維がですねもうダメになってますから、そういう場合変えましょう。それとですね、ラジエーターがですね、極度にこの水管の中に詰まりがあったりとかっていう場合は、ここが、なかなか吸えないので潰れちゃいます。でもそれっていうのはホースが悪くて潰れちゃうんじゃなくて、ラジエーターが悪くて潰れるんであって、ラジエーターが八潮ファクトリーのラジエーターとかいいラジエーターを使ってればですね、まずこれペチャンってなりません。さあ続いてですね、都市伝説2です。13エンジンに14のストレーナーをつけるとオイルパンを当てても、エンジンブローしないっていうね、そういう都市伝説があります。それはですね、ドリフトやってるやつの中ではまともでした。こちらがですね1415ですね。1415っていうのはこう脇にちょっとこう切り欠きがありますね。ですからオイルパンがこう当たったとしても、ほらここで見えるでしょ、穴開いてると。13の場合はですねこんな感じになってますね。ですからここでオイルパンがパチンと当たると、蓋をしちゃうような結果になりますね。ですからオイルを吸わないと、で結果的にエンジンブローにします。ですから別にこれを1415に買うなんていう、そんなくだらないことしなくて、ここをちょこっと切り込み入れてあげるだけでいいんです。ただですね、そのオイルパンが、ね、そんなに思いっきりバーンと当たるっていうのは、そういう人たちっていうのはよっぽどですから、稲田大二郎とか、あのヘタッピ風間とか、そんなレベルの人間なんで、これは気にしたことないです。さあ続いてですね、これかなりの上級編ですね。 D1 車両問わずですね、まあ選考会クラスの方、ロッカーアームが飛んじゃうというトラブル、結構ありますよね。この間 D1 でも飛んだ車ありましたね。で SR エンジンっていうのはロッカーを通して押してます。ですからこの高さがきっちり出てるか出てないか、
例えばこうなっちゃってるとか、そういう車っていうのはもう簡単に外れます。 D1 に出てるようなエンジンをちゃんと組んである車っていうのは、バルブの突き出し量っていうのを、ちゃんと整えて加工してるんです。うちはレブリミットが8800まで回してるんですけれども、まずレブにも当たらないし、そのロッカーを飛ばしたこともない、割れたこともないっていうのは、そういった加工がちゃんと施されてるかどうかっていうのが、大事なのかなと思いますね。バルブ突き出し量の調整について補足。こっちも金属ですよね、バルブもね。このシートリングも金属です。これがですね、ものすごい回転で動いてるわけですよ。カチャ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 。もう S13 クラスなんて10万キロなんて当たり前のように乗ってるエンジンですから、当然経年変化で、ね、個々のばらつきが出てきちゃうのは当たり前のことなんですよ。だから、加工するときにはですね、このバルブシートをカットしていただいてもらって、セット長を各機と全部合わせると。そうするとですね、きちっとバランスの取れたエンジンになって、もちろん馬力も出るんですよ。だから君たちもね、ヘッドちょっとお金かかるけれども、こういうことをすれば後々、ロッカーが飛んでカムが壊れたとか、そういうことを考えたら、これ意外と安い加工かもしれません。これからの季節、特に大事な熱対策。まずですね、配線ですよね。直接的一番被害を被るのが配線なんで、配線はもう絶対重点的に。あとはですね、意外とこの4番のブローバイですね。このブローバイってこの穴開いちゃうと上の方吹けなくなっちゃいますから、きっちりこの辺も断熱はしてくださいね。あとはですね、タコ足に近づくところですよね。そうすると、オイルライン、ウォーターライン、この辺もきっちり断熱すると。こういうストラット周りも熱をね、毎回熱を与えることによって、このストラットが柔らかくなっちゃうのが嫌だから、こういう鉄の部分もきっちりと断熱してますよね。あとはバルクヘッドね、フロントパイプ側を巻いて熱を外に逃がさないっていう方法と、バルクヘッドをきっちり巻くっていうことで、これダブルでこういうことをしてますね。こっちからそっちはそんなに気にすることはないと思います。ただステンメッシュもちゃんとこの辺に使う場合はきっちり断熱を取ると。うちの車はこれ断熱なんかもう30とか40にやってますね。しつこいぐらい断熱してます。そうするとですね、結果的にまず走っててトラブルなんてことはありません。トラブル防止、いよいよ大詰め。 SR エンジンだけではないですけれどもね、昔は本当にダサいガスケットが入ってました。今はですね、これステンのね、何枚か4枚かな、ものすごい仕様変えてます。そのぐらいやっぱりこのトラブルが多いってことなんですよね。これはかなり今はいいです。まずブースト2キロかけたってめったにこれは飛びません。本当に13だとか14前期だとかの古い車はもうこれは消耗品だから、ブーストアップを考えたら絶対これ変えなきゃダメです。それからですね、これここから水が回ってるんです。これっていうのもこういうところでこうかなりきつい R で曲がってますよね。経年変化でここ割れちゃいます。オイルもそうです。これこっち側にこれオイルラインがこんなに急激に曲がってるんですよね。ここのオイルラインが割れると結構な勢いでオイルが漏れちゃう。そのぐらい大事なもんなんで、こういうこのパイプ系っていうのはね、タービンを変えたりした場合にはこういうパーツって、まあうちはもう絶対新品に変えます。再使用しません。こういうネジロックとかこういうネジもね、これはもう基本です。車っていうのは女と同じです。もうピチピチフレッシュにしとかないと、もういつでも準備 OK、 発車 OK っていう、そういう状態にしとかないとね、いざ大会でなんかこう壊れちゃって、なんか途方法とかね、そういうの嫌でしょ。この間も優勝狙ってた今村君、かなり肩を落としてましたよ。そういうことがないように前面ってきっちりやりましょう。